んこんにちは、ラクダ不動産代表の大西です。今日はちょっと気が早いかもしれませんが、夏不動産は夏売りづらいという定説は本当なのかを、ラクダ不動産の取締役で不動産コンサルタント長島修と、ラクダ不動産エージェント、村田山本と、お届けしていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。まず長島さんの方から昨今の不動産市場ざっと、おさらいお願いします。一言で言うと、絶好調というなんていうのかな、その最高潮のそのピークみたいな感じはやや終わったのか、終わった感みたいなのがあるんだけれども、うん、引き続き好調の部類には入っていてというくらいのところです。というのもですね、2013年 の民主党から自民党へ政権交代以降、ずっと不動産価格住宅市場活況でしたけれども、でコロナになっちゃって一回終わると思いきや、蓋を開けたらもっと調子良くなっちゃってと、いうことで在庫がどん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 なくなり、一方で住宅を欲しいという人はどん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 増え、2年近く一方的にこう在庫が減り、さらに一段高みたいな、最初マンションに火がついたの、やがて一戸建て市場にも火がつきという感じだったんですね。でそれが、この 7,8 ヶ月ぐらいでしょうか、去年の終わりぐらいから、遅くとも今年の初めぐらいからですね、一方的に在庫が減っていくという感じでもなくなり、つまりこう現場感覚で言うと、一つ売り物件が出ると少し前はこうみんなで競い合って奪い合うような感じがあったのが、ちょっとこう沈静化してきたかなと、多くの人が落ち着いて探す感じになったかなみたいな、それがデータにも表れていまして、都心3区5区ぐらいだと一方的な在庫の減りということではなくなり、じわじわですけどその在庫が今増え始めたと。ただこれはまだこれまでと比べれば可愛いもんです、まだね、いうことです。都心3区ぐらい5区ぐらいがそういうふうになったのが、この数ヶ月ぐらい、東京23区ぐらいに広がったという感じです。で今月先月ぐらい、この4月5月ぐらいが、それがもう少し遠いこの神奈川埼玉千葉に移りつつあるかなぐらいの雰囲気です。なので今日の結論言っちゃうと、相変わらず在庫水準はどこもかつてと比べればですよ、先月じゃなくて1年2年前3年5年前と比べればまだ少ない水準なので、2月とか8月がどうしたとかいうのをあまり論じる意味がないくらいのレベルではあるんです、ということを前提として今日お話聞いていただければと思いますね。はい、ありがとうございます。じゃあここからはですね、エージェントを交えて、実際のところ、不動産業界でニッパチって言われたりとかもする、最も売りづらいとされる時期はどうなのかっていうところと、あとそれからそれをこれからマスさんに、売りに出そうかどうしようかって、迷ってらっしゃる方が準備をすると、夏にかかってくるケースが多いと思うんですけど、どういうふうに考えてどう動けばいいのかっていうところを解説してもらいたいと思います。今日はですね、ちょっと気合を入れてラクダ不動産だけに、ラクダの背景でっていうのは、とあるインスペクションをさせていただいているので、今私桜事務所のホームインスペクションのユニフォームを着たまま撮影をさせていただいていますが、どうでしょう、なんかもともとよく言われる夏場は売りづらいっていうふうなのは本当ですか？そうですね、夏場が不動産が売りづらいというのは、これは実際にその物件の流れ、今までの制約の状況とかを見るとどうしてもそういうデータにはなるんですけれども、実際に夏場が本当に売りづらいかというとそうではないっていうふうに私たちは見ていてですね、というのも夏場の印象って、まずそもそもやっぱり時期的に暑いから内見に行く人が少ないっていうことであったり、あとは8月なんかを中心にこうお盆の時期で、そもそも不動産会社自体も休みを取るということで、そういったところから夏場は売りづらいというふうに言われているんですけれども、実際はそこはこう皆さんがそういうふうにイメージ持たれているからそうなっているだけであって、これ冬場でも夏場でも別にそこは大きな違いがないっていうのが正直なところなんですよね。で特に私の方では夏場って実は一番重要な時期というふうに不動産を売却する上では考えていてですね、はい、というのも夏場が終わりますと今度、9月10月という不動産の秋マーケットが始まっていくわけですけれども、そのタイミングから売り出しを開始しても、やっぱり事前の情報っていうのが全くない状況でのスタートになるので、マーケットのピンポイントをついた売却戦略って立てづらくなっちゃうんですよね、
なので夏場のタイミングでしっかりとマーケットの中でどの程度今設定している価格帯の妥当性があるかとか、もし内見が入った場合に決まらないポイントはどこにあるのかみたいなところをしっかりつかむことができれば、仮に夏場に制約しなくてもその秋マーケットに生かすことができるようになりますので、そういった意味では夏場準備期間としてはすごく大事な期間になりますし、また先ほど冒頭言った逆の話になるんですけど、あの夏場は不動産を買う人が少なくなるというその世間的なイメージに加えて、逆にそこの時期に探す方というのは比較的内見が決まった時に確度の高い方が多いというところもありますので、他の方々よりも優先的に物件を選んでもらうという意味合いでも、この夏場をどう過ごすかというのは不動産売却においては重要なポイントになるというふうに考えています。本気度が高いとか急いでるっていう可能性が高いってことですよね。そうですね、はい、うんうんうん、なるほど。ムラリン、なんか補足ありますか？はい、そうですね、今あの山本さんが言った通りなんですけど、加えてですね、夏場は夏休みお盆休みも含めてやっぱり家族が集まる機会が非常に多くなります。家族が集まりますの で、 でこれ年末年始もそうなんですけど、家族が集まるイコール家を真剣に検討するやっぱり話になるんですよね。だいたいその時にじゃあ今度集まるから買おうかどうしようかっていうのを真剣に考えていくので、その検討している段階であの情報がインターネットでじゃあ一緒に探してみようってなった中で情報が出てる出てないっていう、この準備期間というのはものすごく大きなことになりますので、あの周辺の競合関係、マンション内の競合関係とかそういったバランスはありますけど、基本的には秋商戦と言われている、一般的に言われている中の先手を打って先に、情報を出すっていうのが非常に有効かなと思ってます。2人ともすごくその準備期間としてもすごく夏重要っていう考え方なわけですけど、じゃあその夏に情報が出てるっていう風なその状況を作ろうとすると動き出すのってもう結構今ぐらい？そうですね、もう正直これからあの東京特にあの首都圏に関しては梅雨の時期に入ってきますので、梅雨は梅雨でまた雨が多いということで内見の足が遠のくっていう傾向はあるんですよね。なので、正直今天候がどうなるか、これまた台風の時期も来ますし、そういったものが読めないということを考えますと、なるべく夏場よりも前のタイミングから準備をした方がですね、先ほど言った秋に向けた準備と夏場の熱いお客さんをに紹介してもらうという2つの効果が得られやすくなると思いますので、まあ、そういった意味ではもう本当これぐらいの時期、6月に入るぐらいのところから、売却活動をスタートするというのが一番有効的になると思います。やっぱりそう、確かに梅雨の時期若干足が遠のくというのは、ただそれもですね、このコロナ禍の前と後ではやっぱ状況変わってきてまして、コロナ禍以降はもう梅雨でも夏場でもやっぱりまだまだ物件少なくて買いたい人はいますから、結局停滞するだろうと思われた中でもかなり取引はされてたんですね、この1、2年。なのでこの夏場、梅雨の時期もしっかり、もし売る状況、売りたいということであれば売った方がいいですし、ただその時に重要なのは、どうしてもお客様買い手さん雨に濡れてきちゃったりとか湿気が出たりとか雨漏りとか、そういったある意味いろんなものが出てくるタイミングでもありますので、そこをしっかり売り主さんとして 見極めてそれをフォローする、湿気があるんであればなんかこう湿気を取り除くような、例えば、湿気の除湿機とかかけておく必要かもしれないですし、そういった対策を取った上で売るっていうのはいいのかなというふうに思ってます。インスペクションでいろんなお宅にお伺いしてても なんとなくまあ、湿気というよりもちょっとカビ臭いに近いというか、なんかそういうその匂いとかが気になったりとかっていうお家は結構あったりするんですけど、うん、なんかそれに近いようななんかこう準備のなんか内見を迎えるコツとしてなんか取り組んでおいた方がいいこととかってどんなことがありますか？そうですね、内見に向けて取り組んでおいた方がいいこと、これ空室の物件と居住中の物件実は違いまして、空室の物件はですね、各水回りの下水から匂いが上がってこないようにトラップっていう仕組みがあるんですね。で夏場というのはそのトラップってこう水が溜まることで下水の匂いが上がってくるのを防いでいるんですけど、気温で蒸発してしまって気づいたらすごい嫌な匂いがですね、10年立ち込めるってことがあります。でこれはすぐ水を流すことで改善できる項目になりますので、
そういった意味では空室物件はずっとそのまま放置していればいいということではなく、適度に風通しを行いながら、その定期的に水回りの水を出してあげる。よく忘れがちなのが洗濯機の防水板と言われる部分ですね。はいはいはい、キッチンとか洗面所とか浴室はすぐに水流せるんですけど、その防水パンを忘れてしまってそこから匂いが発生するというケース非常に多くなってますので、そこも排水の部分にですね、コップ1杯分ぐらいのこう水をちゃんと流してあげるというのを忘れないように行うのは大事です。空き家にして売ってる場合って、はい、どれぐらいの頻度でやればいいですかね。はい、夏場は月に1回やった方がいいです。月に1回やり忘れると、もうちょっと玄関開けた時にもうちょっと嫌な匂いが立ち込めてくるなっていうのが始まってきている時期になっているので、正直言うと2ヶ月に1回で持つ場合、それはそのお部屋がどれだけの温度になるかによっても変わってくるんですけど、一応念のために月に1回は必ずチェックして、やるっていうのは大事だと思います。であともう一点、居住中の場合になるんですけど、こちらはですね、温度です。まさしく空室の物件ってどうしても事前にエアコンつけたりすることができないので、室内に入るとすごいムワッとした熱い空気が入ってくるんですよね。で居住中の場合には事前に内見の例えば30分や15分前にエアコンをつけることで快適な温度を演出するということができるようになりますので、空室の物件との差別化を図るという意味でも事前にこの温度ですね、特に温度に気をつける際には、自分が中にいて快適かという観点ではなく、内見する方って外から歩いてくるっていう方がほとんどですので、そこに合わせて少しちょっと自分たちは肌寒いかなぐらいの温度にしてあげるのが一番印象としては良くなると思います。お店みたい、入った瞬間に涼しい、気持ちいいって感じるみたいな。そうですね、あれ長くいる身からしたらちょっとたまったもんじゃないけど、はい、ちょっと内見の時間中はちょっと我慢するの必要になるかもしれないんですけど、その演出は結構そのファーストインスピレーションを高めるという意味では重要だと思います。確かにそこの観点はなかった。他何かありますか、ムラリン。そうですね、空室というところで言いますと、そうなかなか住んでないのでこうエアコンとか比較されないというのもあるんですけど、ただやっぱりですね、できれば空室する前に電気を通しとまんまにしといてもらって、エアコンをそのまま、あともう一つカーテンです、カーテンもつけといて、で不動産会社にですねしっかり、ご来店まではエアコンも消しといていいですし、カーテンも閉めてもらって、ご来店ちょっと前に行ってもらってエアコンをつけてカーテン開けて換気もして、それで迎えるようにっていうふうに、そういったのを不動産会社にしっかりお伝えしていただいた方が、そうすれば空室もしっかりとご売却になるかなっていう、ね、そういうことをしっかりやっぱりやらないと、不動産会社もこういうの何もこうちょっと、ね、聞かない不動産会社もいたりするので、あ、はい、そこは空室で売るときにはどういうプランで売りますかっていうのをしっかり聞いていただいた方がいいかもしれないです。なんか風通しをされてないお部屋って、なんていうか、しばらく入ってない人が初めて入ったりすると結構感じたりするものですけど、なんかそれが夏場は特に顕著でしょうね。長島さんからなんかこう夏に売り出す時のポイントとかコツ、気をつけておいた方がいいことみたいなアドバイスって何かありますか。具体的なテクニック的なことは今もうお話があったので、特に見えないところだから明るさみたいなところと周期、匂いみたいなところに気をつけるということで、夏は蒸発、水が蒸発しやすいのでということに留意してという、ところでまあいいと思うんですね。あとは温度とかね、あとは、さっきの繰り返しになっちゃうんですけど、少し前はやっぱ8月は売りにくいとか、なんかそういうジンクスっていうか、実際取引数もデータ的には少なくなるので、お盆ありますね、購入に動く人が少なくなるみたいな、お盆がありますしねみたいなことなんですけど、もう最近ってゴールデンウィークでもお盆でも、まとめてその時に休みを取るというような感じでもそもそも今なくなってきてるっていうのが一つやっぱあるんですね。昔はやっぱこう大型連休に全員で休むみたいな感じもありましたけど、今働き方はそんな感じでもなくなってきているということと、あとはそもそも在庫水準がまだ全然足りない、従前と比べるとですよ、いうことなので、その8月のジンクスとかっていうことをの比率がものすごい今下がっていて、そんなことよりは金利水準とか株価とか、あるいは世界情勢、最近だと政治的に世界的に難しい感じとかあったりしますよね。そういうボラティリティの方が圧倒的にでかいと思うので、はい、例えば今金利 1% でも上がったら、不動産価格かなり影響を受けちゃう、マイナスの方の影響を受けちゃう。 1% ならまだ可愛いけど 2% になったらどうなのみたいな、いうような意味合いです、あるいは今の政情不安のがみたいなのが一旦収まっても、
また今度次のところで火つくとかね、でまた株価下がっちゃうとかですね、うん、いうことの方が8月どうしたって話よりはるかに大きいので、うん、ということを言いたいんです。まさに私今日長島さんにそこの観点で伺いたいことがあって、世界情勢なんですけど、今のこの情勢からすると、資材価格が今でももうかなり上がってきてますけど、さらに上がっていくじゃないですか。で、もう注文住宅だってなんか3000万で建ってたものが3700万3800万みたいな、なんかそういう世界になってきている中で、ずっと割とマンションに比べてガックンガックンとこう上がってきたマンションに比べて、相対的にその値上がり幅みたいなものが小幅で緩やかだったローコストビルダーの一戸建て、新築一戸建て、ここが供給数が絞られたり価格的な調整を受けてくるんじゃないかというふうに思っていて、そうするとなんかちょっとだけ在庫がこうなんていうのか逼迫してたみたいな状況が和らぎつつある中古の世界にもこれ影響してくるんじゃないかと思ってるんですけど、どうですか？結局供給側、業者側としては、発売個数は極端に言うと問題ではなく販売総額が問題なわけですね。加えて利益ということは、例えば今3000万で注文住宅建てて100棟売れてたのが3300万に値上げした時に100棟売れなくてもいいわけで、ということは97でいいの95でいいのというような、まあそういう計算というか算段をするわけですね。なのでそういう意味では、こういった資材価格の高騰というか、まあいろんな上昇要因みたいなものは個数ということでいうと少なくなる方向に働きます、うん、という中で市場価格自体が上がっていくっていう方向に働くわけですね。とするとこの良くも悪くもしわ寄せが中古住宅市場に来るという形になるんですけど、とすると新築が上がっちゃったからじゃあ中古だよねというようなニュアンスでこう流れてくるという形になるんですけど、でもそれも一瞬なんで、中古住宅がすでに建ってるから今の資材価格関係ないかというと、それは今言ったような論理でそういうことはなく、新築が減っちゃってあれだったら中古も目を向けようって話になりますけど、それからどうせリフォームリノベーションもある程度やる感じみたいなことになるし、半年も1年もね待ちませんから、こっちが上がってきちゃったらもうほぼリニアにこう ついてくるみたいないう感じだということで、もっと大きい前提としてはいくらコストアップその資材価格が上がっちゃったとかなんとか言っても、それは業界側業者側から見たコストプッシュ要因で、購入者が結局ついてこれなければ価格転嫁できないわけですよ、みたいなこともあるので、そういう意味では一戸建て市場には、そんなに価格上昇余地っていうのはもう残されてないはずです。っていうか販売側もローコストの方に行くというよりは、なんていうのかな、より高級の方に行って粗利を稼げる個数は減らしてもというビジネス業態にだんだん持っていかざるを得ないっていうか、これまでのような量産型のことをいつまでも続けるということにはなかなかなりづらいでしょうね。ただでさえここ最近、去年ぐらいから半導体足りないって言って給湯器が足りないとか、今後もなんかそういう不足の時代って起きそうですよね。ということからも量産型のビジネスモデルってのはこの業界にはそもそもあんまり多分そぐってないんですよということがあるので、どちらかというと個数としてはダウン傾向だし、価格としては上昇傾向だということになると思います、この先さらに世帯数も減っていきますしね、はい、なんかそういうトレンドがある中でこれからしばらくの間に、売ってもいいかなっていうふうに考えている方に長島さんだったらどうアドバイスされますか？まずは立地によるんですけども、不動産は1にも2にも3にも立地が大事ですから、でマンションだったら徒歩7分、昨今だと10分ぐらい許容されるという感じがあって、で一戸建ての場合はですね、まあなんとか歩ければぐらいのところが今の一つの、もちろん例外はありますよ、自動車利用の家庭なんかもいっぱいありますので、まあ要は永続的にっていうか、若年層が入ってくるような状況がそこに作られていれば、
駅近だろうが遠かろうが問題ないんですねということを前提としつつ、なので駅からちょっと歩けないやつ、うん、ね、持続可能な若年層の流入がないところに立っているものは今が一番高いと思ってください、うん、あとはどうしてもね、年々周りにライバルが増える一方ですから、今団塊の世代は軒並み75歳超えてて、彼らはたくさんそこに住んでますからね、まあ、これは、うん、直接言わなくても忖度していただきたいんですけど、みたいなことですよ。であと、比較的立地のいいところに一戸建てあるいはマンションを持っているケースはなんかたった今は産んなくちゃって特に慌てる必要もないと思いますが、ポイントがあるとすると一つは築年数ですよね、うん、これは基本的にやっぱり若ければ若いほど基本的にはいいわけです。もちろん昨今はリフォームリノベーションみたいなこともありますけれども、それでも一般的には買い主の人たちって新築か中古でいいのがあればっていうふうにどうしてもなっちゃうということと、新築にはいろんな意味での税制優遇がありますからというマーケット構造にはなっているんですね、うん、ということですね。立地的観点から見るっていうことと、あとは建物のコンディションと築年数みたいなことでどう判断するかということだと思います。じゃあなんかエージェントにも順番に聞いていただきたいんですけど、どうでしょう、ちょっとどちらからでもいいですけど、今現状のその、まあ、マンションと戸建てでもそれぞれ違うと思うんですけれども、売る事情っていうんですかね、売る理由が強い方なのかそうじゃない方なのかによってやっぱり見極めるべきポイントというのは、この夏なのかそうなのかという観点よりもやっぱり近隣の市況がどういうふうに動いているかを絶対見た方がいいと思うんですよね、うん、そこを踏まえた上で競合が少ない希少性の高い状況であれば売り出しをした方がいいですし、逆に言うと競合がすごい多い状況であれば売らない方がいいという判断になってくると思うんです。そこは絶対大前提にはもちろんあるんですけど、この夏に売り出す逆メリットってじゃあ何なのかって考えた際に、うん、先ほどお話にも出ましたけれども、要は今新築の住宅って基本的には資材価格建築価格ともに高騰していて高く値段はなっているという状況にはなっているんですけれども、一方この秋のマーケットの一番油が乗る時期である9月というのは大体の不動産デベロッパーであったり建築会社の中間決算期に入ってしまうんですよね。そうするとこの9月はどうしても売り上げを立てていきたいということで値引きをするっていうケースが例年多い時期にはなってきますので、そうすると中古で売る方々ってやはり新築が値下げするとそこと競合するみたいなところも考えなきゃいけなくなるということなんですよね。その考え方があるので、今現状やっぱりすぐに売らなければいけない事情がある方に関してはその9月を待つのではなく、やっぱり今この秋マーケットで角度の高いお客様に新築と競合しない状況の中で売っていくっていう戦略の方が一番望ましいと思います。ただ先ほど長島さんのお話もあった通り、やっぱりそこは距離にもよったり駅からの距離であったりニーズによる部分があってですね、じゃあ例えば戸建て住宅で駅から徒歩20分以上のところにある例えば戸建て住宅が、じゃあ先ほど言ったその9月の新築デベロッパーであったり、建築会社の決算期と重なるマーケットになるかと、特に多分そういった傾向は弱くなってしまいますので、そういう場合にはやっぱり近隣のマーケットの中で今どういう売りが出ているかということを中心に選ぶというような形が得策ではないかなと思っています。なんかそれすごい大事な観点だと思ってて、まあ、当然ながら需給バランスっていうことでその需要が大きいところに動きたいっていう風なの山々なんですけど、その分供給側も競争が激しくなるんですよね。で確かに奈良さんおっしゃった通り新築が値引き合戦をするタイミングではありますね。決算前とか期末とかって本当に今月決めてくれたらいくら割引きますみたいなことをよくやるんですよね。相対的に安く見えちゃうと競合がね。そうですね、そこは意識しておきたいところですね。はい、ムラリンはどうですか。はい、そうですね、私の方からは注意点というか一つだけお話しますと、冒頭にお話ししましたように、山本の方で話しましたように不動産会社がもうこの8月、梅雨から始まって678、もう不動産動かないですよっていう話をほとんどの不動産会社がやっぱお客さんに話をしていると、このコロナ禍以降でもそういう話しているん で、うん、でそうするとどういう動きするかといいますと、この梅雨前とか梅雨入った途端に結構ですね買い取りっていう話を提案してくる不動産会社多くなるんですよ。この先売れなくなっちゃうんでもう今売っといた方がいいですよっていうような
ちょっとセールストークも出てきたりするので、本当に何年か前、まあ確かに動かない時期もありますし、まあ、若干他の時期よりかは繁忙期よりかは落ちるかもしれないですけど、もう繰り返しになりますけど、このコロナ禍以降は、まあ、まだまだ十分動くので、決してですね、そこをこう何でしょうね、無理して言葉悪いですけど叩き売る必要はないマーケットだと思うんで、もしそんな話あったらですね、まあ、一回こう我々楽楽不動産の方にもお問い合わせいただいて、それが適切かどうかというジャッジもできますし、いやいやまだまだそんな普通にセールスしても大丈夫ですよっていうアドバイスもできると思いますので、そこはお聞きいただけたらなっていうふうに思っています。安易に買い取りを進めるような感じって、こう業界人的にはちょっと闇を感じますね。ね、正直不動産的には、ね。正直不動産的には本当にそう、なんかこの話もすごい面白い、確かに買い取るっていうので安く買い叩くっていうのがいいタイミングなんですよね。6、7、8とお客さん枯れますよっていう風なのって、まあ、脅すトークじゃないですか、うん、でその時に多分一般の方ってほとんど本当に業者にこの値段で売るべきタイミングなのかっていうセカンドオピニオンを取るっていう発想があんまりないですよね。それは全然やっていいことですよね。あとね、なんかもう一個格論で聞いておきたかったのが、特にエージェント2人にそのお盆休みとかそういうので不動産会社さんが休むから、うん、内見とかも入りませんよっていう風なのがあると思うんですけど、それの対策としてはまあ、さっき冒頭から言ってくれている早めにもう売りに出しちゃって動いておくっていう風なこと以外に、なんかその期間を乗り切るコツみたいなこととかってあるんでしょうか。でも全部の不動産会社さんがずっと一斉にお盆休むってわけでもないですよね。そうですね、最近はここ何年か前に比べるとお盆の時期休むという不動産会社実は減少している傾向にはあるというところなんですね、うん、で、その際にやっぱり不動産のこのエージェントを選ぶべきポイントにもなるんですけど、その担当しているエージェントは当然これも休むべきだと思いますし、休みがあって当然だと思うんですけども、じゃあ代わりのバックアップがどうするか、要はサブで担当していただける方がいるとか、そういった形で常にこの夏場でも常時こう物件が動かせる状態になっているかどうかっていうのは、この時期に不動産会社を選ぶときには一つのポイントになっていきます。でもし仮にですね、そういった対応ができた場合というのは、先ほど長島さんのお話にもあったんですけど、今ってもう基本的にどんな会社でもお盆の時期でまとめてというよりも、ある一定の休みをこう比較的こうバラして取りましょうという方が多いので、実は内見の数ってそんなに減らないっていう傾向があるんです、ね、でまた逆に内見のまた内見でその長期間を使って内見するって方もいる形にはなるので、要はその内見するということの行為に対してちゃんとバックアップが取れているかどうかだけ確認が取れると、そこはそんなに私は大きな問題にはならないというふうに思ってるんですよね。つまり自分たちで休んでおいて夏は動かないって言ってるに等しかったということです。そうですね、うん、そうですね。それで言いますと、こっち側の売る側の仲介のそういったバックアップ体制と、あとはやっぱりどうしても、こう囲い込んでたりするとその営業マン一人の力になっちゃうので、その営業マンが休んじゃうともう完全に止まっちゃうんです。ですから囲い込まないでいろんな不動産会社からの内見をそもそも受け入れるっていうスタンスの会社の方がやっぱりこの時期のチャンスは逃さないとなというふうには思います。うん、いろんなとこに広告出していろんな不動産会社さんに知らせていろんな不動産会社さんから連れてきてもらうところであれば、そのやり方をしているのであれば、まあ、梅雨夏関係ないと、うん、という結論ですね。ありがとうございます。じゃあですね、今日の締めとして、これから、売りに出したいなとか、この先の市場を見た時にどうかなっていうふうにお考えの方々に、繰り返しになるかもしれないですけど、それぞれ一言ずつ、アドバイスをもらって、じゃあムラリン農家さん長島さんの順番でメッセージをもらって締めていきたいと思います。そうですね、不動産この時期でも夏場でも十分動きますので、あとただですね、やっぱりその場所立地競合関係によって戦略はかなり変えていかなくちゃいけないと思います。それは不動産会社が多く休むというのがありますので、まずはですね、いろいろお問い合わせいただいて、でご所有不動産の立地、競合関係であればこういう戦略でいきましょうっていう、エージェントとして複数戦略を持ってないエージェントじゃないとダメですので、まずはですね、そこにご相談いただいて、どういう
戦略になるかっていうのをエージェントに聞いていただくと、そこから始めていただければなというふうに思ってます。私はですね、この夏場、特に今あの不動産を売ろうかなと思っている方は、引き渡しの時期をいつにするか、いつにすべきなのかっていうのをまず考えることが大事だと思うんですね。例えばこれが来年の3月だった場合、今から始めると早いと思われる方多いんですけど、決してそんなことないんです。やっぱり不動産順調にいって3ヶ月後に引き渡しが終わるっていうケースに当てはまるケースもちろんあるんですけど、それだけではないですから、あらかじめ余裕を持って活動するってことがとても大切なので、もう正直来年の年度末、2023年の3月までに引き渡しが終えてればいいやっていう方は、もうここから情報収集含めて売却活動すら始めていいと思っています。というのも、この夏場の3ヶ月間をどう使うかによって、この秋マーケットでもどれだけ優位性を保てるかっていうのが変わってきます。で、秋の時点でちょっと高めの値付けチャレンジしましょうって言ってしまうとですね、12月年末年始はまたあっという間に来年の一番繁忙期の3月2月迎えてしまうんですよ。なので、そうなる前にこの夏場をどう過ごすかっていうのが、その来年の今年の年末もしくは来年の年度末、引き渡しの方々すごくポイントになってきますので、売却活動できる方はする、でまだでもあのご自身の状況的にできないよっていう方は、もうでもエージェントへの相談は始めておいて、その市況調査なんかも進めていながら、いつでも始められる準備を整えるっていうことが非常に大切になっていくと思います。なんかね、あの自分にあの時間的な猶予がないがゆえに選択肢が狭まるって、この不動産の世界って本当によくある話ですよね。よくありますね。やっぱそれによって先ほど言ったあの買い取りっていう話にどうしてもなっていく、で不動産会社 その担当エージェント、まあ、あの悪いという表現が適切かどうか分からないんですけど、悪く考える人間であればあるだけ、どん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 その時期が遅れると買い取りになるから、またより安全に引き渡しもできるし、なおかつその買い取った後の物件、また自分たちが売り主さんから、売買契約をもらって売り出す活動に協力することができるので、2回仲介できるなみたいなことを考える方も出てくる形になるので、余裕を持つのはとても大切ですよね。はい、じゃあ最後長島さんお願いします。今 NHK で正直不動産っていうのをやってて、あのご覧になっている方も多いと思うんですけども、まあ、あれはドラマだからということで、ちょっとなんかこう脚色してるんじゃないかっていうふうに、あのもちろんね、あの分かりやすくするためにあの表現を軽くしているところもありますけど、おおむねあの通りですから、はい、いうことなんです。だから私シーンでね、いきなりあの叩き割るみたいな感じのことは、あの、まして内見に行った人とか不動産会社が叩き割るっていうのはありえないんですけど、あれはドラマだからですけど、でもあのエピソードとしてあるのっていうのって、私たち業界人から見て本当にあるあるですよね。あれちゃんと不動産業界にあの取材してるし、これは桜事務所も、協力しているんですね。なので、こう、はい、私たちもですね、もうだから一層社名変更してね、あのラクダ不動産かっこ正直とかって、いちいち正直ってつけた方がいいんじゃないかというふうに思うぐらい、ラクダ改めて正直不動産みたいな、はい、まあ、あの私たちは元からそういう感じでやっていて、まあ、あのうちのエージェントたちはですね、まあ、あのヤマピーほどイケメンじゃないけど、はい、失礼な、純ヤマピーぐらいのね、はい、身も心もみたいなあの人間が集まってますので、どのエージェント、まあ、あのそれぞれ性格とか得意不得意ありますのでね、どういう状況だということをお知らせいただければ、その中で一番あのふさわしいだろうなという思うあのエージェントをご紹介したいというふうに思ってます。ありがとうございました。というわけで、今日はなんていうのか、夏場に、売るとしたらどうしたらいい、夏場は売りづらいって本当なのっていうことについて、正直なラクダ不動産が、お届けしてきました。楽しみいただけましたでしょうか。引き続きラクダ不動産では皆様の、不動産売却あるいは購入にお役立ちの情報を届けていきたいと思っていますので、番組、ぜひぜひチャンネル登録をしてお楽しみいただけると嬉しいです。皆様と不動産の関係がより幸せでありますように心からお祈りしています。今日もありがとうございました。ありがとうございました。またね。動画をご覧くださってありがとうございました。皆様だけの特典無料プレゼントのお知らせです。ラクダ不動産では1万5000組以上の相談件数、そのノウハウをギュッと濃縮した不動産会社選びのためのチェックリストを無料公開しています。不動産売却で絶対に損をしたくない、でも誰に相談したらいいかわからない、そんな皆様は今すぐ概要欄からこのチェックリストをダウンロードしてください。それでは引き続き動画をお楽しみください。